フィリップ・ルンプフは、ドイツの画家、版画家である。フランクフルト・アム・マインで、菓子職人の息子に生まれた。父親の仕事を学んだ後、1836年に、フランクフルトの美術学校に入学し、彫刻を学んだが、1838年に絵画に、展示、ヤーコブ・ベッカーやベンデル・ュタット、ハインリヒ・ホンル・スティーゲ、ヤーコブ・フィルヒテ・ゴット・ディールマンに学んだ。1844年に、 金持ちの娘のための美術学校を開き1860年までこの学校を続けた。1852年にパリに出てフランスの風景画家ジャンバティスト・カミー・ユコローや写実主義の画家ギュスターブ・クールベの作品を学んだ。同じフランクフルトの美術学校で学んだアントン・ブルガーもパリを訪れた。その後ミュンヘンやドレスデンや北、イタリアも訪れた。 1875年にアントンブルガーやディールマンが住み、作品を制作していたフランクフルトに近い別荘地、クローンベルク・イムタウヌスに移り、クローンベルクの芸術家村のメンバーの一人として活動した。1890年にフランクフルトに戻った。油彩以外にも水彩画や版画も描いた。1888年にルクセンブルク大公アドルフによって宮廷画家。 美術学校の教授に任じられた。息子のエミルルンプフも画家になり、馬の絵を得意とした。ありがとうございます。